まあ、スタイリング剤、まあ、絶対つけちゃうんですよ。大体みんなここでワックスとか、ね、手を出して、ね、やりたくなっちゃうんですけど、まだここではスタイリング剤はつけないです。ある程度、スタイルが、雰囲気ができてきてからスタイリング剤はつけます。で、髪の毛がやっぱりすごいツルツルなので、多分みんなもすごいツルツルだと思うので、すごい、本当はもっとキュッキュッてやりたいんですね。どうもいいかな。じゃあ、なんとなくじゃあここまで作りました。雰囲気も見えてきました。で、どうするかというと、じゃあ今度はこの小麦粉を使う全部。で、これこのままいくと結構出ちゃうんで、必ずこう指で。もうステージの時はもうこれ全開、ブワーッと全開で、本当にゴホッてなるからで、ちまちまやってもかっこ悪いから、やっぱこれが一番目立つところだと思う。だからこれ1本使うぐらいにバシ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 いくのがいいと思うんですよ、本当はね。だからこの一つ一つのスタイリング剤のかけ方とかもすごく気にしながらやった方がいいね。で、まあ、今バックスタイルを作りました。じゃあ今度最後もじゃあ同じように持ってみてちょっとチュルチュルしてあげる。綺麗に作んない。綺麗に作るというよりはシルエットを作るみたいな感じでいいと思うんですね。でこれ遠くから見るとすごいかっこよく見えるから、構成細かい作業なんですけど全然かっこよく見えちゃう。で、あとはじゃあこちらもで作りますと、で最後の顔周り、ここは見えない。だからここにまず例えばシングルピンとか立つ。で、なるべくこの分け目、この辺が分け目だけど、こういう感じにビューンと、インデンテンションって言うんですけど、ビューンと持ってくるみたいな感じですかね。で、その、こうか。こうか。こんな雰囲気で、こう、シルエットを作っていきます。
で、でここからじゃあこの辺のじゃあ髪をじゃあ本当は耳があるでしょ。耳があってじゃあこうじゃあ進化する髪耳。チュルチュルだけだとこういうパラパラしちゃうので少しじゃあ若干少しワックスみたいなのをつけていくか、それかハーフウェットの材みたいので作ってあげるとあんまりこうパラパラしないっていうかあんまりドライに見えすぎないみたいな感じになるので、まあ、材はそこですごい選定した方がいいと思うんですね。正面から見ると、なんとなくこんな感じかな。いいえ、まあ、ここで少しボリューム出して、こっち側もボリューム出して、ひし形に作る。別に左右対称じゃなくて全然いいので、作ってあげて、ですね。で、フィニッシュで、じゃあ、若干スプレーを入れるみたいな。フィニッシュのこうなんかシルエット作りですよね。正面から見たりとかしたときにバランスをじゃあどういうかどう取るかみたいなのがすごい大事になってくるので、スプレーのかけ方一つでだいぶ変わってきちゃうので、ここは本当に注意して作ってあげるみたいな。で、根元ここはボリュームをしっかりとここは切って